はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は難関校の算数、筑波大附属中学校の分数の問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。筑波大附属中の分数です。次のような分数の和を求めます。下の四角には同じ整数が入ります。この分数の和が整数になるとき、四角に入る数は全部でほにゃっしゅるいあると。さあ、四角分の1足す四角分の2足す四角分の3足す四角分の4足す四角分の5、どれも同じ整数が入ると。で、そしてこれ足したら整数になると。これ分数全部同じ、数が分母に来るわけですから、普通に足していけばいいわけですよ。例えば、1だった場合ね、四角が1の時、1分の1足す1分の2足す1分の3足す1分の4足す1分の5ですよ。と1分の15でしょ。だまず1は OK だ。で、全部分母は分数、分子は15になるわけです。そうだとするとね、四角が2だった場合はこれダメだよね。2分の15になっちゃう、7.5になっちゃうから、だから2は意外とダメなんです。ほんじゃ次はどうかっていうと3ですよ。3分の15になるでしょ。3分の15って5でしょ。OK。ね、これは3分の15で5になる。もう分かってきましたね。4はダメですね。4分の15だから。で、5は OK ですよ。5分の15になって3になりますよね。1OK、3OK、5OK。だもう6もダメですよ。7もダメ、8もダメ。で、最後15ですね。15分の15は1。さあ、これ以上大きくなっちゃったらもう整数になりませんから、全部で1と3と5と15、結局約数出せっていうのと一緒ですね。4種類あります。慌てずにね、問題の意味を確認して冷静に解けば大丈夫。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。